お休みしたいの。幼稚園をお休みしたいさっちゃんは、明日起きたら風邪をひいてますように、そう願いながらお布団へ入りました。でも朝起きるととっても元気。お熱もないし鼻水も出ていません。諦めたさっちゃんはしぶしぶ幼稚園へ向かいました。その日の夜もさっちゃんは、明日こそ風邪をひいてますように、そう願いながらお布団へ入りました。でもやっぱり風邪はひきません。元気なさっちゃんは眉毛をハの字にしながら幼稚園の支度を始めました。全部着替え終わると涙がポタリポタリと落ちてきます。幼稚園お休みしたいの。さっちゃんを優しく抱きしめたパパは幼稚園をお休みさせてくれました。さっちゃんは急いで幼稚園の制服を脱ぐと、ウキウキとお気に入りのワンピースに着替えます。リュックを背負って大好きなぬいぐるみを抱えると、さっき泣いていたのが嘘のように元気いっぱいパパと一緒に家を出ました。長い長い時間電車に乗って、違う電車にも乗り換えて、遠く離れたおばあちゃんの家の近くまでやってきたさっちゃん。でも着いたのはおばあちゃんの家ではなく、大きな大きな病院です。やっとママに会える。さっちゃんは赤ちゃんを産むために入院しているママに会いにやってきたのです。突然やってきたさっちゃんとパパに、ママはとても喜びました。あのね、幼稚園お休みしてお仕事もお休みしちゃったの。さっちゃんが嬉しそうに話すので、ママもパパもクスクスと笑います。あとね、これを渡したかったの。手裏剣の形に折られた折り紙には、お守りと書いてありました。これで元気な赤ちゃんが産めるね。ありがとう。さっちゃんの頭を撫でました。さっちゃんはもう、お熱が出ますように、なんてお願いすることはありませんでした。ママが元気な赤ちゃんを連れて帰ってきてくれることを、ワクワク待ちながら、元気に幼稚園へ通いました。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達